ちぎれ雲とは、厚い雲の下を流れる、断片雲のこと。高層雲、乱層雲、積乱雲、積雲に付随して現れる雲の副編集。黒いのしし、こごり雲といった俗称がある。一般的には、雲形分類に関係なく、ちぎれたような形をした雲をこう呼ぶことが多い。夕焼けに染まる、高層雲と、ちぎれ雲乱層雲とちぎれ雲、奥に香水雲が見える。 高台から撮影。ちぎれ雲は、ラテン語で、破片、断片、素早く動くといった意味があり、これにちなんで名付けられた。この雲の形は、雲のかけら、引きちぎられた雲、筋状などと表現がしにくい形をしている。輪郭の濃い雲は積雲、薄い雲は騒雲に近いと考えられる。高騒雲、乱騒雲、積乱雲、 石雲はいずれも雨を降らせることが多く、高天時に見られる典型的な雲である。これらの雲の運底近く、あるいは少し離れて、地上のすぐ上の低い高度を、雲の断片が変形しながら、風で流されるのが見られることがある。これがちぎれ雲である。高天時に現れるので日中でも黒っぽい色を、していて、背景にある雲とは、コントラストの違い、雲の動く速度や、 方向の違いなどによって見分けられる。この雲は、空の雲が高層雲から乱層雲に変わり、やがて雨や雪が降り出す過程において、実際に、雨や雪を降らせる雲の塊がやってくる直前に、その塊の断片として現れる雲である。雨や雪が降っている最中にも現れるが、降水雲に隠れて見えにくい。また、逆に雨や雪が降りやんだ直後にも、 同様に現れる。積雲や積乱雲に付随してくる場合も、それと同じような現れ方をする。積乱雲の場合は、強い気流によって速いスピードで雲が流れ、目まぐるしく、形が変わる、ダイナミックな雲が見られることがある。熱帯低気圧や夕立ちの場合などがそうである。ありがとうございます。